朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。3番のプレイヤーは発言してください。あ、ちょっと待って、3番ってもしかして俺ですか？ですよね、3番です。やっぱりですね、おかしい発言とかあると思いますよ。あっつ、おかしい発言とかあると思うんですけど、わかんないじゃないですか。やっぱり人狼が正当になっちゃったらこのゲーム勝てないんで、そうなんですよ。その正当になったとて、勝てるような村にね、なっていけばいいと思ってますんで、この人の声ねとかね、ファッションとか、言葉にできないようなね、黒い嘘もどんどん言っちゃっていいと思います。はい、それがこの村の勝ちです。4番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、3番さんは、おかしな発言があるっていう発言してましたけど、まあ、おかしな発言しないでくださいねって村に言うべきなんじゃないかな、それありきで言うとさ、それが3番さんの黒要素にもなっちゃうかなって思うんで、なんか、って思いましたけど。っていうことで、俺は、発言で自分釣ってくださいとか言う人は容赦なく釣るんで、柱発言とかも容赦なく釣るんで、はい、そういう発言はしないようお願いします。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい。よろしくお願いします。まあ、基本的にその、村にとって、まあ、意味のない行動というか、利益のない行動は、まあ、柱も含めてやめてほしいですね。まあ、本人自身がどう見られたいかっていう動きをされたところで、考察しようがないので、まあ、単純に村に利益のある行動をすることが大事かなって思います。まあ、実際3番4番に対しての精査は私はまだできませんけど、まあ柱を容赦なくする、まあいいんじゃないですかね。その通りだと思います。っていうかまあそれをしないでくれっていうことが一番正解だと思いますね。はい。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。はい。4号の通り、柱したら今日釣ればいいんじゃないですか。もう4号、まあ、6も、嫌がってるのに、それでもやるんだったらもう、容赦なくすると。で、456が村っていうことありますよね。まあ、俺は私は村なんですけど、456で共に村ってこともあるんだから。45人外かもしれないけど。じゃあ、同じ家の可能性があるのに、その人の言うこと聞かないで、まあ、柱するんだったらもう釣って、やればいいと思いますよ。困ったら柱。まあ、もう人外だと思いますよ。人外がよくやる手口ですよ。村でやってるってありえないですからね。そこまでして人外に貸したいってことですから。ダサい。かっこ悪い。ほんと、人間性まで疑う行動ですよ。恥ずかしい行動。人狼をね、引退しろっていうレベルの発言ですよ。じゃあ発言は。7番のプレイヤーは発言してください。まあ、4番だけがいいかなって感じですね。まあ3番はなんかさ、まあ発言がまともでも、なんか感覚で黒かと思ったら黒いと言いましょうって、めちゃめちゃ人外思考じゃねえと思いながら聞いてたけど。はい。で、別に5番とか6番がさ、その4番の言ってることいいと思うで、だったらまあ4番の意見近くて、まあ3番は、3番と4番って4番の方が印象いいとか、もうそういう精査してってええやん。その柱発言したら釣りますねって、もう6番まで引っ張らんでええやん。そういう発言せんといてっつってんのにさ、それしたら釣りますよ。それは、もう3番、4番が人外かもしれないですけど、村の大多数がとか、6番とかいつまでそれ言ってんのと思いながら聞いてたけど。だから4番だけがまともかなって感じで聞いてました。以上で。8番のプレイヤーは発言してください。はい、8番です。
よろしくお願いします。まあ7番ぐらいですかね、今のところ評価できそうなのは。ほんまに柱発言、いつまで引きずってんのって感じやし、柱発言するやつ、興味おらんくない？あんまり。おるんかな？まあ知らんすけど。まあ4、あまあ全然関係ない話言うんすけど、あの3番さんが声色のことを声音って言ってたのは、ちょっと笑いました。ちょっとそれがずっと頭の中に残ったんで、今度から僕もそれ使おうかなと思います。7番さんぐらいしか今んとこ評価できる人いないかなって感じですかね。まあ役まだ出てきてないんで、そこ出てから再生さって感じです。9番のプレイヤーは発言してください。7が白すぎて、7番さんがね、読んだけがまともっていうとことか、すごいなんかそれより他に触れるとこあるだろうっていうところが7白いんだよ。で8番さんも7番さんに乗っかってきたんだよね。7番さんいいですって言って、だからそこが黒だった時にね、怖いんだよね。私自身なんか怖い。78ローローだった時にもう俺全滅と思って、破壊みたいな。だから今のところ4番さんはまあ容赦なく釣るっていうところで自分の意思を伝えた5番さんに関してはすごいね、4番さんの話に乗っかった感じで私ごずりになっちゃうかもしれない今のところ。なんかね話をね一緒に しといたみたいな感じで色を出さなかったのが1番5番さんかなって思ってるかな。1番のプレイヤーは発言してください。はい、占い5番白。何言ってんのこの人って思ったけど。一番色を出さなかったのが5番って。6番とかどうなんしたら、9番目線で。4号の言う通り走らせたやつ釣っちゃえばいいんじゃない ?4 号嫌がってんのに、って。走らせるやつはダサい。人狼引退しろってレベルだ。って言ってたけど、この人何も精査してなくない。あと、狼引いた時に自爆する行動よくは よっぽどマシだと思うけど、柱発言の方が。何言ってんの？いや、お前が引退するよと思ったんだけど。いや、なんか7番が4番の中で評価できるってことが、7番が、それほど白いとはなんないし、7番普通じゃないの？なんかそれほど7番が白いとはならないと思うんだよね。で5番にフォーカス向けながら、6番にフォーカス向かない9番が気になっちゃいました。2番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。石井拓郎です。対抗が1番さんということで、ワクワクしちゃいますね。私もね、占い師で8番四郎なんですね。北海道生まれ、沖縄在住、1番の猫ワンさんに勝負を挑むわけなんですが、まあ、どうしようかなと思ってたところ、まあ、ぐるっとね、皆さんの発言聞いて、やたら柱発言への言及が多いんですけど、ふとじゃあ私思ったときに、占い師を引いたときに柱をしたことがあるかって考えると、なかったんですね。やってみようかなと思って。私、柱、占い師だけど、どうですか？ 3 番さん、4番さん。3番のプレイヤーは発言してください。そりゃ、2番さんを死んで見る人がいるならば確実に一陣外釣れる方法ではありますよね。もう一人釣りでいいよ。そうじゃ気に入らねえから6番さんが西色っていうことで。まあ。2番さんが死んだらちょっとかなりやばい場面を作ったんで、この6番が2白っていうことは、二人狼はあんまりない、二黒はあんまりないと。ファインプレイすぎるから、だった場合6番ってのは。レノンいますか？俺、
一番さんが9番に対しての精査はあんまり納得できてない。もううるせえから、まず。8番さんって評価できるのは7だけだっていうような発言を残した人物であって、それ以外はあんまり精査を残してないんですよ。あ、8番例の。いいですよ。私の考察は続きますから。だった場合って、9番の発言の中で、7、8が人外だったら、ちょっとこの村勝てねえわ、というような発言はですね、なんか7の白を、すいません。8をあんまり敵に回したくないとか、なんかそういった感じに私感じちゃったんで、9番さんがちょっとおかしく感じちゃったんですよ。だった場合って1番さんの9円の指摘は結構合ってましたね。すいません、今喋りながら考えました。なんか2つっても白しか落ちない気がしてならないですね。ちょっと占いはまた再生産かけます。4番のプレイヤーは発言してください。一番占い師じゃないところを釣りたいんで、まあ2番さん釣りたいかな。俺3番さんとは違って。2番さんって最終位置でその位置で占いで持ってるのにもかかわらず、何も精査してないですよね。その自分が走らせればいいでしょうみたいな発言されてるので、まあ、まずは2位釣るべきだとは村では思いますけど、はい。で16の再精査すればいいのかなっては思いますけど、うん、6番さんはなぜ、潜伏で占いで出てきたのかっていうのは説明するべきだとは思います。はい、まあ1番さんが9に気になったっていうのも気になりますんで、はい、そこのところよろしく。5番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。私も2から釣りたいですかね。まあ、発言の内容で言ったときに、まあ、占い師で柱っていうのは、まあ、単純に自陣返りしかないですし。で、まあ1番が言ってる9番に気になる要素っていうときに、これはまあ客観視した話ですけど、5番が4番に言ってるのって乗っかったんではなく、引用してるだけで、私は陣外りのある行動というか、無駄になる行動をする上で、まあ4番ね、柱はやめた方がいいですよねって言ってるんで、全般的な意味として、柱も含めて無駄になる行動じゃないってことを伝えて喋ってるんですけど、6番っていうのはむしろ柱っていうものに固執したっていう発言だったと思うんですね。だから多分7番っていうのはいつまで引っ張ってるんだって言ってるんで、多分6番の発言から5番、6番っていうものが柱にこだわってるに聞こえるんだと思うんですよね。これは多分7番の発言の聞く能力の問題だと思うんですね。その時に5番、6番っていうものは7番は対比してませんけど、9番っていうのはそれを対比かけた上で5番の方が気になるんですよね。多分問題としかないと思います。で、まあ私は7番のように3番を嫌で4番を評価したっていう意味ではないので、私は精査はできないって言ってるんで、まあ精査をしてないというよりは、私の段階ではじゃあ4番の柱をやめてくれって言ったから評価ができて、3番が感覚を使うからマイナスだとは捉えてないんで、私は。ただそれを7番がそう捉えるのは別に構わないと思いますけど。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。はい。1番釣ってください。1番黒です。あ、2番は巨人です。はい。はい。1番を釣れば黒が出ます。はい。柱発言を多分すると思います。釣りましょう、1番が。はい。そういうプレイヤーだと思います。はい。はい。うん。ゲームと関係ないことを話す。うん。そういう、ね、悪質なプレイヤーです。柱します。釣りましょう。1ラナで見てますね。赤、1、3。3が、まあ、どこ釣ると言わなかった。ただ、3番は初めの位置なんで。で、9、8、7って、まあ、ざっくり言うと同じようなこと言ってるのに9番だけ叩いてるんで、1、9はあまり見えないんです。1、7で見てますね。うん、7が、その柱発言について否定してるから、ね、お城を打ってる。だから1、7はないだろうっていうのを見せようとしてるんじゃないですかね。はい。4号はまあ、その通りですよ。柱してるんだから2番釣りたい。7番のね、6への指摘は不当でしかないですよ。うん。柱発言をどう思ってるのかわかりませんけども、1、7で見てます。はい。
7番のプレイヤーは発言してください。まあ短絡的かもしれないですけど、まあ、2番巨人6番ローに見えますけどね。やっぱ実利発言するって、占いにしようでもさ、じゃあ2番からするかって白結果やったら1番まで手かけるかみたいな話になるかもしれないし、大体6番が潜伏占いでなんでひらがなで何の準備もしてないのって感じ。なんか1番からさ、なんか叩かれてさ、なんか1番もろとも死んでまいみたいな6番ローじゃないの。2番資料取ったら色味で1番するやろと。で1番から、お前狼やったら呪縛するんちゃうかみたいな。まあ、そんな風に言われてるから、なんか腹立ったか2番資料出したような感じに見えますけど。あ、もう6番つりますね。もう初週がちょっと悪すぎるし。はい、4番がちょっと2周目よろしくないのは、2番つって16の精査って言うけど、2番の色が白って思ってんのかな、そしたら。もう白でしょってこと？もうまあまあ、白出た時に精査するってこと。2番つって黒やったら6番で旗やねんが、その時は1番が噛まれるでしょうから、6時の精査っていう話にならんと思うけどね。はい。どこかな、16とかあんのかな？ 16もあるかもしれんじゃない？ 16 あるかもしれんね。今2番つった方がいい。いや、俺まあ6番つるわ。6番つる。はい。そんなかな。うん。まあ2番みたいなシーンで見たくないけど、黒つった方がいい。黒っぽい方をつった方がいいと思う。あの6番のね、占いのひらがなにしろがね、相当見せすぎるなって思ってる。8番のプレイヤーは発言してください。そうですね。1番が相対的に真に見えてるんす、見えてて、6番から釣りたいかな、6番の色見たいかなと思ってます。うん、まあ、6ローの2強の1進、今のスケールとしては思ってて、そうね、7はそうなった時相方はないかなと思ってて、7の相方、あ、7じゃないわ、6の相方としては、あるなら3、4のどっちかかなっていう。そうね。まあ、まあめっちゃ俺の予想やけど、7番噛まれそうな気すねんな。カリウド出るのもありやと思うよ、任せるけど。ただあの占いは多分引き切る、引き切ってもらった方がいいかなと思う。今日はちょっと僕は6の色を見たいんで6に行きます。9番のプレイヤーは発言してください。そう、あの八幡さん6白だった時にさ、どっちが狼かわかる？え、1狼になるよね。6番さんで私死んで見てるんだけど、だって1番さんもなんか強靭ムーブしたじゃん、なんか私のちま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 と。で、ほんで2番さんはさ、柱でもいいっていう人じゃん。この人完全に強靭でやっちゃってる系じゃん。ってなると、6番さんの言う通り17が成立するんよ。3番さんもね、その1が9への、強化が納得してないって言ってくださってるんだ。そこら辺の狼だったら、うん、そうだよねって、1番さんそうなんじゃねーみたいな、そういうことは言うと思うんですが、乗っからなかったから3が白いんですよね。ってことになると、ちょっとってことになると、17がそうピューッと見えてくるんです、シャーッと。だから8番さんちょっと6番さんの色味もいるんじゃないっていうところで、7が白かったらそれはそれで67のつながりはないと思ってて、
6番さんが7番さんを占って、1番さんも7番さんを占えばいいんじゃない？そしたら村が強いんじゃないかなと思ってる。7番さんが白の場合ね、失礼ぶっこきだけど、と思っています。もう3番は白で私弾いちゃって、ピッ。で、5番さんも、5番さん何言ってた？ 9 は5が問題とかおかしい。9は5が問題。あ、それおかしいって。ごめんね。5番さんちょっと、わからんけど、別に気にはならなかった。だから6番さんの言うとおり、17が気になっちゃってる。3番さん白を弾きして、75どっちかっていうとこですね、私の塩梅は。はい。1番のプレイヤーは発言してください。木間さんは終始何言ってるか意味がわからないですけど、1番が強靭ムーブ取ったってどの発言を取って言ってんすか。9番にちまちまとか言ってたけど、ほら9番が5番にフォーカス向けながら6番にまで視点が伸びない。9番がおかしいっつってんだけど。だって5番って無駄利のある行動を取りましょう言ってて、6番って柱やめましょうしか言ってない人物で、9番目線7が白く見えるって話でしょ？ 7 が白く見えて7番が4番評価してて、まあ7番4番弾けるのはいいけど、なんで釣り位置が5倍になるのって話じゃん。意味わかんないじゃん、その釣り位置の上げ方。9番視点で。だから9番が気になるって言ってんだけど。釣り位置で上がったからグレーに6本線出てきたんじゃないかなと思っていて、6番、9番、本線。7番はないね、6番ロジックだと。9、3、4どれかかなと思ってんだけど、2番、強靭、6番、ローの構成だと。9番は相当黒いね。3番弾ける理由もわからない。3番って最終的に俺に同意してるからね。だから3番の一部分だけの発言を切り取って、発言捏造してるから。3番って最終的に、あ、じゃあわかるわ。1番か9番にフォーカス向けた理由って言ってますから。はい。だから6、9本線時点で、まあ、3番、4番どっちかじゃないかなって思ってますけど。9番目線で7番あれほど白いって言ってたのに急に狼になるんですね。1番ローローとか。6番にどこに信用さあるんですか。9番さんマジで。説明してほしいんだけど。はい。まあそれほど6番釣りたくないんだね。まあ6番の視点で2番強靭1番芯見えたら当然 2番に白刺して。6番ロー2番強靭だと思ってますよ。2番のプレイヤーは発言してください。猫ワン、これ大丈夫？ 4、6 じゃないのこれ。なんかもう終わりそうなんだけど、6取ったら4占いで。いや、9番はもうわけ、俺もわけわかんねえけど、9番って。だ人海でこのわけわかんなさじゃねえなと思ったんで、多分ね、猫ワン強靭で、から勝ち目ないから多分、猫ワン分かってやってると思うんだけど、もうなんか終わりかなと思って、4、6ローで、猫ワン強靭。4番村だったらもう別に俺負けでもいいかなと思ってるぐらいなんで。7番、確かに噛まれるよね、8番ね。7番の言ってた4番への視点って、もうね、それ言われたら4番も何も言い返せないよねって思って、俺もずっと聞いてたわ。で、猫は全然触れないから、これ多分ちょっときついよ、猫はこれ。負けるよ ?4、6だよ、これ。6ね。投票を始めてください。ああ、やだ。6番のプレイヤーが選ばれました。6番のプレイヤーは発言してください。シーンですよ。1がローで、2番が強靭。2番だからシーン取る気ないでしょ？うん。ローだったらもっとシーン取るでしょ、普通は。うん。柱とかしないでしょ？でも柱したらするって言ってる流れで。うん。だから2が強靭なの。だから1がロー。わかると思いますよ。17で見てますけれども。
あと一応表変わった5番かな。9番と1番はもう繋がらないし、3番も1番いってるんで、ライン切りがない限りは、あまり見えないんで、17で、時点で15でかっこいいだったって。でも、17で見てますよ。4番は自分の信念通り、柱してる2番に行ってるし。だから17が本線。で、強いて15ってことなら2番、まあ、順位的にかっこいいだったとか、そうだと思いますね。うん。2番の言う46ってどういうことなの ?46 でなんでバタバタ出る意味があるの、以上です。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。9番のプレイヤーは発言してください。白でしょう。8番さん白でしょう。白だった場合は1ロー1、17ローしかないんじゃない。だってさ、7番さんってさ、急にさ、昨日さ、何言ってるかわかんないって言われたけど、いきなりさ、6番さん、ローだって言い出したんだって。一番最初に言い出した人ってさ、相方を守るためでしょ?だから7番さん、17あるかなって、6番さん目線あるよ。うん、その後に言い出したし。だから、8番さん、何 ?6、ローだったらまた観光してんのかな?頭、ない頭で、観光してなあかんから。ちょっとだから3番さんだけは絶対1に行ってるから、6がローだったら3番さんもあるけど、ほとんど3番さんの黒は追ってないので、次に方でしょう。なんで釣っちゃうの?もう問題、致し方ない。じゃあ3番さんはもう四角白だよ。もう3番さん裏だったらもうアウトだからね。1番さん、2番さん、もう釣り切りだ、この。このまま1番さんが釣るわ。17ローだったんだって、8番さん。それわかる?ぐっと気持ちを聞いてごらん。7番さんって急に変換してよ。6ローだっつって。6から釣るっつって。それがおかしいんだってば。もう私の心の叫び気づいてくれたかしら。だから、あとは3、4、あ、まあ5も、まあまあ、岸さんもおらせるわ。ほんで、あれよ。2番さんどこ ?6 しろか。あれちょっと待って。2番さんなんで言わないの?言ってよ。だから1が釣りをしてるから私チロなんでしょ?わかってんでしょ?あなた。1番のプレイヤーは発言してください。もう4番5番に言うとこは、もう迷ったら9番釣っていいよ。マジで。やばい、この人。7番、1番7番がつながるロジックも説明できてないし、6番の白見えてるような発言だし、2番、9番じゃないかなと思ってんだけど、9番は6クロだったら釣りゃいいと思ってたから、9番には釣らなかったんだよね。だから2番ロジック、まあ、万が一2番ロジックの時のつながる位置、占っとこうかなと思って、昨日はもう2釣る流れじゃなかったのに4番が2投票してるから、2番、4番とかあるのかなと思って、4番の色も色見ました。占い結果貼ってない2番と占い結果貼ってる1番っていう、もう1番黒ロックの思考だからね、はい、話にならないなと思ってるんで、もう迷ったら9番5番に入れておきます。2番のプレイヤーは
発言してください。いや、俺もいいと思うよ、9番。だって9番の考察って俺何言ってるか分かんねえもん、マジで。全然入ってこない。正直。まあ、7番狼だったら、もううまいなって感じだけど、まあ、さすがにそれはないかなって感じですかね。まあまあ、迷ったら、まあ、その考察だと、マジで理解できないから、ずっと聞いてても、昨日から。何言ってんのかなと思って、俺、猫ワンに同意しながら聞いてたもんね。うん。まあまあ、頑張ってください。3番のプレイヤーは発言してください。まあ、もう私2週目から言ったと思うんですけど、あまり2強じゃねえや、2をつっても白しか出ないっていう目線があったので、古市釣るべきだったら確実に1番だなって感じておりました。まあ単純に考えれば17ですよね。うん、4番5番が2番に行くって言ったときは、ちょっと、なんかな、色味っていうか、破綻関係のことで言ってんのかなって思ったんですけど、まあ、狼で2に行くっていうような発言したとて、何もメリットがないと思いますので、17がほぼロック。4番。のプレイヤーは発言してください。いや、二番さんの思考が理解できないから、マジで。なんで対抗の一番さんになんか同意みたいなことを してなんかやってんのかわかんないんで、二番今日釣りますよ。うん、もうわかんないから。なんで二番を釣らなかった村がわかんないっていう思いだけですね。はい。うん。まあ、まあ、3番さんは1番が黒狙いっていうのは、思いはね、伝わりましたんで、まあ3番は、うん。まあそこでライン切りしてたらわかんないけど、うん。1番には入んねえだろうって思って、3番が1番に投票したのかわかんないけどね。ああ5番は、なんか 6番に、白いと思ってんだよ。7番さんは、うん。3、5の中で、あ、9もね、人外、なんかね、変なこと言ってんだけどね、人外かって言ったら人外じゃねえ気がするんだよな。これはね、マジでフィーリングなんですけど、うん。まあ、8番さんがどう思ったのかっていうのを、もう、まあ、なんだろう、今後のビジョンとして上げてってほしいかな。俺は3号のどっちかにラストウルフはいると思っているんで、うん、5番さんはね、うん、5番さんも微妙な感じだったんだよね。ごめん。5番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。うん、昨日の7番の発言って多分、まあ、ごく一般的に感じる当たり前の共感値があったと思うんですよね。だから8番は6番の色を見たかったんですよね。これは共感値としては分かるんですけど、その感覚の時に7番って16があるかもしれないっていう一番偽軸の話をしてるんですよね。そこだけは違和感がありましたけどね。その場合のみ7番のおかしな要素ってのはあるかなって。ああ、7番が4番に言った通り、私も4番が2番をするっていう思考の中で、次の日に16の精査をしなきゃっていうのはある程度、まあ情報釣りって実際6番が2白なわけだから、2の色によって6番の破綻っていうのもあり得るわけで、ただ6番を捨ててしまうと、芯だった場合に全く色がない。ただ2番も8番白なんで、そう考えたら2と6、じゃあどちらを釣るって時に、
まあ、6のローの可能性を感じてるんだったらそっちでもいいかなっていうのが投票理由なんですけど、うん、6が白だった場合って発言の精査でしてしまうと9番に落ち度がありすぎるというか 9番落ち度というより、リスニング能力がゼロなのかなっていう感覚なんで、正直結構わからないですね。7番のプレイヤーは発言してください。まあ2番釣りますね。まあ俺も3か5かなと思う。まあ、9番がわざわざ、まあ、俺に結果を恨んでもええかなと思います。まあ結果論やから3番に言うと、俺は6番が黒やと思って釣りに行ってるから、それが白やったから7番が黒ならへんから。3番の、あの思考ってさ、論理だけじゃなくて、なんかフィーリングで黒拾ってことでしょ。そういうのに、6番白結果出たら7番黒ですって、9番にめっちゃ乗っかってるなと思うと、5番に言うと別に6、1番面上もあるかもしれんなっておっただけで、それが違和感って言われる筋合いはないな。あなた俺と同じく6番言ってんだよ。まあ、5番かな、俺でもやっぱり。だから6番が黒やった。まあ、4番新目で、一番新目で見てたから5番が白かなと思ったけど、単体で一番黒いのは5番やとずっと思った。8番のプレイヤーは発言してください。まあ7番を昨日まで白いと思ってたからこそ、今日は7番に、まあ、単体で5番っていうんですけど、6白出てる今日、内訳5番の相方が1にどっちかで心境がどうなのかっていうところまで精査してほしかったですけどね。はい、まあ特に僕がとやかく言うことはないんで、明日いないんで、ま、釣り切ってください。ただ僕は最終日もし残ってたとすると、グレー1で一番処刑そうだ消しそうな人は3番です。投票を始めてください。2番のプレイヤーが選ばれました。2番のプレイヤーは アメリカのさ、ロボットコンベットリーグってやつがあるんだけど、なんかロボット同士で、なんか戦うっていうか、戦うっていうか破壊するんだけど、なんか刃物とかバーナーとかついてて、なんか操縦してロボットで、色結果出せよ、まず。壊した方が勝ちみたいなやつあるんだけど、めちゃめちゃおもろい。ちょっと見てみて、YouTube とか結果上がってるから。これなんかね、永遠と見れる。ロボットコンベストリーグ。めちゃめちゃおもろいから。そんぐらいかないことはない。色結果出せよ、まず。色結果出した。夜が来ました。目を閉じてください。ないでしょ、色結果。出せよ。色結果も出さない。もう恐ろしいと思うよ。まずさ、なんで2番で色結果出さないの？まず。なんで色結果を出さないんだろう？色結果出さないんだったら意味ないと思う。出したって出しもしないよね。
朝が来ました。昨夜死んだのは、8番。9番のプレイヤーは発言してください。もうだからもう6番さんがシーンなんだってもう、本当にうざいわ。1の相方ね、あのね、1番さんね、言っとくよ、4番さん、5番さん、ね、ちょっと待ってよ、待ってよ、1番さんはね、こう言ってた。迷ったら、偽物なんだよ、9番さんに黒打つからって言って。だから2色かもしれん。わからん、それはわからんけど、ちゃうわ、2強だ。6番さん死んだから。2強の1色で、まあ、さっきね、先日もね、まあ、3、4、5、白だ言って、あれもありますし、って言ったから、バレちゃった、これ。持ってないの。やられちゃったわ。だから、4番さん、5番さん、迷ったら9番さん行けばいいからねって言ったから、3か7なんだよ。ね、4番さん、5番さん。3か7よ。ね、私ね、1番さんとね、2番さん、こう言うんだよ。いちいちね、人外ってね、いちいちね、私のことをね、何言ってるかわからんって言うんだよ。何言ってるかわからんっていう。噛み砕こうとしてくれない。だから、それは人外だから、黒塗りしようとする気持ちもありますしね。だから、そういうことで、何言ってるのかわからないっていうことは、紐付けされるとは思います。はい。私は、村人なんで、素村なんで、岸さん、これだけはお願いします。2番がさ、なんで占いで出さないの？1番さんは、見極めたんでしょ。ロボットのリングの話してるだけで。ごめんね。1番のプレイヤーは発言してください。いや、もうさすがに釣れるしょと思ってんだけど。4番、5番に迷ったら9番釣りって言ったら噛まれるかもしんないし、昨日の段階で釣られるかもしんないから。まあ、俺が占い結果残せなかったら9番釣ってっていう意味合いですから。で、出ちゃってんじゃん、ポロッと。2番狼、6番狂、1番神って、9番付ける。2番狼かもしらんって。いや、もう視点破綻じゃん、6番神だって言ってんのよ。だずっとこの人視点破綻してんのよ。で、5番だけに初週をフォーカス向けて、7番が白いって言って、2週目には3番が白い、7番黒だ、1番7番ローローだって。で、今日に関しては3番7番のどっちかだって。いや、もうやばいでしょ。なんか4番も7番も9番を陣内っぽくないって言ってるけど、大丈夫、勝てんのそれで。だから特に4番とか、9番陣外っぽくなくて3番か5番どっちかだって視点持ってる場合って、9番って3番釣らないって言ってるから、5番しか釣れないよ、4番の視点だったら。そんな逆精査で5番釣って負けて楽しいのって思うけど、シングルに一番変な発言する人って誰かってだったら9番じゃないの？全村目線で。さすがに今日の発言で釣れるなと思ったんだけど。はい、4番、7番が、なんていうのかな。逆精査に逆精査を重ねて、なんかめちゃくちゃ薄い世界線を英雄になりたいのかしんないけど、普通に9番釣ったら終わるよ。9番も言ってたじゃん、私釣ったら終わりですって。さすがに釣れるだろうと思ってんだけど、2番、9番ね。3番のプレイヤーは発言してください。昨日はあまりにも怒りが爆発しちゃって7番さんに言っちゃったんですけど、そもそもね、占い師の精査なんてほぼほぼついてたんですよ。2週目ぐらいから、6番さんが睨まれてもない段階で出てくるメリットってあんまりなかったんですよね。6が人狼だった場合。で、2番のシーンなんて 100% 終えてなかったから、もうほぼほぼ6シーンの1人狼2強っていう盤面だったと思うんですけど、まあね、その盤面において、まあ私はね、2番映って、白しか落ちないだろうとい
というような思考があったので、6進だから1人狼だと感じ取りまして、私はずっと1番に行ってるんです。ただ昨日はイラつきすぎたんで8番に行きました。どういうことなん？わかんないんだけど。なんで俺が人狼になるのかがよくわかんないんですけど。7番さんに言っときますけど、投票を変えたから、私が黒いと言わないでくださいとあなた言われましたけど、それは9番さんも言った発言であって、9番さんも昨日の段階では、17ロロかなっていうような発言を残してらっしゃったので、あなたがヘッド向けるべきは9番もあったんですよね。なのに参加後のどっちかっていうのは、ちょっとおかしいと思いますよ。一回言うカリウド出てきていいと思います。私カリウドじゃない。4番のプレイヤーは発言してください。なんか、もうちょっと9番さん救えないなって思ったんで、9番釣りだなって思いました。はい。もう1番さんの言う通り、まあ視点破綻はしてんだよなっていうのはあって、まあ聞いててね。うん。だから、9番釣らないとまずいと思うんで、俺9番釣るかな。俺も狩人じゃないんでね。とりあえず。うん。はい。そんなところですね。6番が、2は死んじゃないと思うから、とりあえず。うん。ね。9のね、出現がなければ1、そのままローダーしようかなと思ってたんだけど。5番のプレイヤーは発言してください。はい。よろしくお願いします。正直発言の精査をするんだったら4番の気持ちはわかるんですけど、1番って昨日の段階から9に投票してますよね。そこだけはやっぱ違和感ですけどね。昨日の段階からって1番の視点って6番狂人2番狼ですよね。その時に9番を釣ったところで、しゃあなくないですか。別に2番釣っても、まあ、1番が噛まれるってなったら、それこそ9って普通に釣れるかもしれない状況なんで、昨日の段階で9を釣る必要性はないと思うし、生き残ることの方が大事なんで。で1は釣った方がいいと思うんですけど、ね、発言の内容で言えばまともですし、9番っていう話では理解はできないですけど、6が白だった場合に、1路の世界線があった時、9って釣れなくなる。で、その感覚があるから、9番が、狼はないんじゃないかって下をしている人もいるわけですよね。だから3番が7番に向ける6が白だったから安直に7が黒だってのは変かもしれませんけど、私が7番に言ってるのは、要は6番ロジックで考えたとき1番芯で考えてるっていう人間が真っ先に16があるんじゃないかって、その可能性の話としてはありますけど、そういう精査になるのかって、6から引っ張るんじゃない。で、進路路を追ってるんだとしたら、普通に2番釣りでもありだと思うんですよね。2で白が落ちるんだから、6、1引き切れるんですから。7番のプレイヤーは発言してください。真っ先じゃないよ。2強人6路に見える、短絡的に見れば釣ってんだがな。でも一応 3CO で進路路ないんかなと思った時に、まあ一応あるなって言ってことしてただけやから。まあでも5番はいいんじゃない今回。1番釣れるから4番とかが1番ロラしようと思ったけど9番釣るっていう今日9番釣るっていう進行ないし、ああもまあなんか934に言うけどもうワングッチも落とせる可能性あんねんから、あの別に騎士の話するべきじゃないし、何言ってんかなと思うし、3番に言うとお前は乗っかり1やからやよ、俺は単体で9番がなんかわざわざ俺に喧嘩売るとこが6っぽくないけど、3番それに乗っかっていてるから、あ6番釣って白結果やったから7番が黒みたいなね言ってんね。で9番に俺さ、偉そうに言われたくないけど、9番投票放棄なんやけどさ、どういう意味だお前って思うんだけど、まあ1番釣り。投票を始めてください。
1番のプレイヤーが選ばれました。1番のプレイヤーは発言してください。まあ、5番にアンサーしとくと生き残る方が大事だと思ったって言ってるけど、別に昨日の投票段階で釣られる気なんて 100% ないんだけど、 100% 2番釣れるじゃん。誤え発生しなかった時の、あの意思投票です。9番は、はい、10番が人外だと思いますっていう。で、占ったら黒でした。あ、今そっち行きます。ちょっと待っててください。そこで夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。5番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。素晴らしいですね。まあ、そういう状況なんだったら、9釣ってから考えた方がいいかなって思いますけど、正直、ここで、グッジョブが起きるんであれば、ただ3、7のセーター、セーサー。まあ、正直、7番って、普通な考え方をしていて、まあ、単純なセオリー通りに動くっていう人なので、共感値は高いと思うんですよね。ただ、思考の巡りと、実際問題、多分1周目の発言ですけど、2番の芯がない中で、じゃあ2、6をどっち釣ろうっていう悩みの中で、6番を釣りたいっていう感覚は、正直6が芯だった時の情報のなさ、2番を釣った時に、2番の色次第で6番の、色が分かるってことまで理解してるんであれば、単純な能率で言うんだったら2なんですよね。だからそこまで発言した上で3が7に視点を向けるんならわかるんですけど、そういった意味では7番か6番に視点を向けてて、浅いんですよね、思考が。まあ、ただこれは素晴らしいですね。とりあえず9は釣りたいですね、絶対。もう意味がわからないんで。野球いきます。7番のプレイヤーは発言してください。まあ5番さん守られているんでしょう。5番が人狼でも神なしにしてっていうとかなりリスクあるんで、僕も一応なあの騎士っぽいようなニュアンスをしたんでね、グッジョブはまあ4か9か騎士なんかなと思ってたんですけど、なんかまあ、9番いきます。まあ、で2番がだってさ、狂人っぽくて、俺6番の要素言ってるけどね、あの占いのひらがなもしっかりやし、1周目からだって、ずずり発言やめましょうしか言わへんねんか。これ印象が悪すぎるっつってんだ。まあ、僕の視点は9、3釣り切りゃおしまいなんで、まあ、9番、3番引きますって感じ。以上です。9番。のプレイヤーは発言してください。だからあの7番さんがおかしいって、だって6は真じゃないっていきなり言い出したって言ったじゃん。
だから6進ない、6ローでもう計算してたじゃん。おかしいって、なんで1が進になるの？おかしいでしょ？だからもう相方をかばいつつの、残念無念、なんか、クーって感じだったんだと思うよ。だから六番さんが死んでもう出てきてるっていうのが分かったから、もう六番さんいじめしかないよね。で、四番さんナイスです。ナイスです。私、今日言ってくださいね。四番さん、五番さん失礼ですけど、柱発言させていただきます。私がとやかくごちゃごちゃなると、この村勝てないので、もう四番さん素敵な、守り位置でありがとうございました。今日は必ず言ってください。だから私言ったじゃん、17か13だって、かっこ13。でもね、13より7なんだよね。6番さんを、絶対偽物だ、ローだとか言い出したから。だからね、わからん。それはね、4番さん、5番さんに委ねるわ。とにかく私言ってください。4番さん、5番さんの嫌いな柱発言してるので、釣ってください。お願いします。あとは任せたって感じ。3番さんがその1番さんに入れた、その絶対入らんだろうっていうのも、なきにしもあらずだけど、話し方聞いてたら7番さんの方が6番さんを黒のロックして、6番さん釣り持ってったのが7番さんなんだよね。だから、17が一番正当かなって私は思ってるかな。とにかく3番さんも私言ってくださいね。はい。4番さん、5番さん、7番さん。ね。来れるよね。3番のプレイヤーは発言してください。本心でいけばもうずっと7って言ってたんで、7から行きたいんですけど。てかもう7でもいいんじゃないかと。9番さんが人狼だったらもう負けていいと思ってますし。なんかもう言いたいことは全部言ったんで、ちょっと合わないところも多くてですね。なんか一番が釣られないだろうっていうような発言があったんですけど、確かに何か知らないですけど、強人っていうか、人外位置を確定で釣りに行くって言い始めたのは4番と5番さんなんで、まあ、そのお二方にもちょっと考えてほしいんですけど、黒釣れたら間違いなくっていうか、グレーに行きやすいじゃないですか。白角も釣りやすくなるしね。その思考がおかしいっていうような発言を、さっき9番も言われたんですけど、おかしいですかね。なんか7番がまともな思考してるっていうような発言はちょっとで納得ができない。納得ができません。俺、結構今回スッて出てきたと思ったんだけどな。一人狼の、7人狼は2日目に分かったんですけど。よいしょ。そもそもあの盤面で1つって100%ありえないでしょ。盤面考察からも。情報釣りにしても。ちょっと、難しいです。この村の思考に合わせるの。そもそも俺4番さんに合わせるのがちょっと難しいと思ってたぐらいなんで。4番のプレイヤーは発言してください。そうなの、3番さんと思ってるんですけど。3番さんが、でも、最初でも黒狙いで3番さん1って言ってませんでした？うん、だから1っていう発言されてたんじゃないですか？ 3 番さんって思ってるんですけど。俺は3番さんがわからない。うん。これ村であってもわからないかな。うん。村であったらさらにわからない。うん。かな。5番さん。9番落とした後に37精査できそうですか？できるなら別に9番行ってもいいんですけど。まあこのアンサーは初週にしてもらいたかったからっていうのは、9番さんがね、せっこいんだよね。そこでなんか
柱発言するっていうのが、うん、せっこい、うん、だからこそやめてほしいんだよ ね。そうだね、フェアプレーというものであればあんまりやんない方がいいと思うんだけどね、ってぐらいでって思ってるんですけど、うん、本当に俺はただ疲れた、俺はこのあれしてんのは難しいからな、俺5番先に委ねようかな、それ9番つって、はい、そうします、はい、9番つって73、どっちもあると思いますよ、うん、だったら73から行けばいいんじゃねえのって思うんだけど、ただ9番さんのその俺が言ってる発言を理解してなかったから9番する、うん、以上、投票を始めてください。まあ、やってみたら、まあ、1が死んだら9で終わります。2が死んだったら占い先言わないっていう、もはやわけわかんないことやってるっていう、キューバは思い詰められて走らしてるかもしれないし、ドラマチック。でもこういう柱投票はちょっともう良くないよ、もうゲーム性が崩壊しちゃってるからね。7番のプレイヤーは発言してください。ゲーム性が成り立たなくなるんだよ。まあじゃあせこいけど、まあ俺釣りでいいよ、うん、もう9番のこれでローもないでしょう、まあ、これでローやったらせこすぎるなと思うぐらいで、うん、別に、お前9番に言うと俺6番が黒ロックじゃない、6番が一番ロー濃度が高いから釣りたくて、色結果がたまたま白やったって言うだけの話で、ね。それ言うんやったら9番さん自分で投票しといたら、投票せんやつに言われたらないんやけど。ほんで6番が白結果やったから番目2番って死んないから1番がローやったっていうことになるから、1番あの釣ってない7番が黒とかって、めちゃめちゃ安直すぎる。まあ俺ずに。9番のプレイヤーは発言してください。マジかこれ、やっちゃった、これ3番さんロー、あの私本当にごめんね、あの6番さんに入れれなかったんだよ、入れれなかった、これ14じゃなかったことから5番さんは地神をしないっていうことは3番さんなのかもしれないですが、じゃあ本当にそれは分からん、それは分からんけど、まあとにかく私釣ってください。あのそうだな、せこいっちゃせこいんだよね、でもね勝てる自信がないんだよね、口車に。だからだ、あの柱するなって、柱してそれで狼に勝ってもしょうがないでしょう。なんじゃないって言って、こういうのはゲーム性がつまんなくなるって言ってんの。申し訳ないんですけどね、まあちゃんとこれ反省した方がいいよ。投票を始めてください。ゲーム性というのが損なわれてると思うよ。こういうの俺 やらないで釣られるでしょ。じゃあ人外に聞いてみろ、村でさこれやって勝ってしまったらゲームになんねえんだわっていう話よ。どっちでもいいや俺は。7番は君のプレイヤーが選ばれました。本当恐ろしいよねこれ。7番のプレイヤーは発言してください。あ、占い結果ついてねえからいいや。まあ、明日3番つってくれよ。だってもう俺で人狼だったらさ、別にさ、1番狼だったら別に2番釣りはよくない？なんか2番も釣れそうな流れやねんか。あの地釣り発言で話題になってんだ。ほんで9番も2日目段階でね、なんか騎士の、騎士は私騎士じゃないから黒打ったんでしょって言うけど、まあ1番人外は騎士探すために俺9番、騎士もあるかなと思うぐらい変やったからさ、探すために黒打ちするんだよ。そんな時に騎士の話せんねえねん。だ3番がさ、僕もこの番目騎士出た方がええと思いますよって言うけど、この 2グッチが起きたから地釣り発言できるようになってんだ。騎士出えん方がええに決まってんだ。以上。明日地釣り発言すんなよ、9番。以上。相当イラついたな、なんか、9番に。ゲーム性は損なわれるよね。ゲーム性をそれでやってしまって、ニナはある状況で9番が地釣り の柱しますが、ゲーム性が崩壊しちゃうけど、これを、夜が来ました、ね、目を閉じてください。9番が人狼でやってるならまだしも、村でやってるなら結構、
あのゲーム性が崩壊しちゃうよね。まあ7番とか9番とかに言うけど、あなたたちさ、村でそこまでして貸したいのか。だから言ってんだろ、456、45、俺はまあ今日は人外だけど、456、45とかの人は走らせするなってのに、それがそんなことはどうでもいいんだっていう7番9番だからダメなんだよ。この柱するな、それを守りましょうでいいじゃん。それをやらないようにしましょう。そのことを忘れてるんだよ。7番9番の1周目はひどいってことだよ。4、5、6の話なんかどうでもいいって言ってんだよ。要するに4、5ってまともな村だったわけでしょ。柱しちゃダメだと。どちらかというと卑怯に戦っちゃいけないってメンタルがあるわけでしょ。4、5は7、9はそれは否定してるんだから、7、9は汚くない。まあ9番わかんないけど、7番とかは汚くても勝てはいいんだって。だから7番って嫌われんだ。一定数から嫌われんだよ。昨日もスムラで朝が来ました。霊能語ってたし、俺が自爆したゲームで、うん、だから嫌われんだよ。昨夜死んだのはルールも多分違反だったはずだよ、確か。5番、うん、だからゲーム性ってのがあるから、まあ、ちゃんとやってほしいわ。人狼なら話も村ではやんない方がいいよ。プレイヤーは発言してください。あ、どちらでもいいっす。7番さん、ごめんね。申し訳ないわ。もう17って言ってたからさ、7番さんのさ、こう、気持ちを、もうなんかめちゃくちゃにしたって感じで、申し訳なかったです。3番さんです。4番さん。3番さんの黒理由は、なかなか見つからなくて、私にすり寄った感じ、感じがありました。そして、3番さんは、第一投票の時は1番さんに入れてます。だから1番さんは取られない位置で入れてきたなんてなんかおっしゃってたんですけど、それは3番さんが 黒で絶対1番さんは取られないから1番さんに入れた模様です。6強、2強、どっちかわからなかった模様です。はい。2番さんもなかなかのおで、ね、腕前で、何なんとか死んかったら、あ、もう死んだけど、どうたらこうたらって、なんか、ちょっと、強靭ムーブと新占い師ムーブをしてたので、どちらか判別できなかった模様です。はい。そして、私は今日、7番さんのために絶対に、あればしません。柱はしません。3番さん言ってください。4番さん必ず勝ちます。4番さんが残された理由は9番さんに最後行くよって言ったことです。はい。なので4番さんは9番さんに行くと思って軽いタッチで3番さんは5番さんを噛みました。以上です。そして6番さんが真の時に間違えた理由は、そんなの人間だから当たり前だと思います。それぐらい考えてください。3番さんに言ってください。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。これは勝てませんね。勝てません。そもそも9番さんに同情したんじゃなくて、全く9番さんと同じ思考だったから、1が偽だって、あなたも1が偽だって言ってたでしょ、2周目ぐらいずっと。ただ、1周目は6いくって考えてましたっていうような発言があったのと、ちょっと、いくら発言したって、ちょっと、地釣りにはかなわないんで、ちょっと、諦めてます。ちょっと今、物燃やしてるんですよ。7番が絶対黒って思ってたんですけどね。そこでよく、地釣りの度胸が出てきました。ね。すいません、ちょっと、勝てないです、今回は。4番のプレイヤーは発言してください。もう一回話聞いてもいいんだけどね。うん、3番さんがもう降参してるようなんで、っていう感じなんだけど、なんか弁明してほしかったなっていうのは3番さんあるんだけど、お礼の回答っていうのも
なかったしな。9番さん、それだけの発言力がある、あるならさ、地釣り発言しなくてよくねって思ったんだけど。まあいいや、俺決めてるんで、入れるところ。投票を始めてください。まあ、柱をして勝っちゃいけないってことやね。うん。どっちにしろ。ゲーム戦が崩壊しちゃうから、柱することによって。まあ、はい。2番が死んだとしても、とんでもないことだよね。が死んで、とんでもないよね。3番のプレイヤーは発言してください。あ、4番さん急に言ったの？なんか弁明しろって言われたけど、ちょっとこれ希望見えてきましたね。なんか弁明しろって言われましたけど、俺なんか変なこと言ってましたっけ？ちょっと俺、もう一回言いますね。そもそも2番さんの発言って、どうしても芯取れないじゃないですか。もうそこら辺は分かってますよね。俺ずっと言ってるから。1ローの2強の6芯だって。だから、そこから票をぶらしてきた4号が、ちょっと、村っぽくなかったけど、でもそこに2に行くっていうのはあんまり人狼と繋がらないから、あれだよねって考えをしてたんです。で、7番が、6釣りの流れに持っていったから、7にせ。で、9番も同じ思考だったから、うん、9番は村人陣営なんだろうなっていうような思考に至ったわけでありますが、まあ、ここで9番さんと1番さんのライン切りが行われたわけでありますので、ちょっと、ですね。あ、ちょっと今回は勝てないな、というような。9番さんは、2週目ぐらいから、まあ、投票してないのに、6に行こうと思ってたというような発言もあり、でもそれでも6が死んだ。で、1、2が偽だというような発言を残してらっしゃいますので、9が人狼でした。ちょっとライン切りされてたんで、ちょっと9番さんの偽はちょっと追ってませんでした。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。3番さん、4番さん、9番さん行くもんね。5番さんがね、4番さん、5番さんが、もう9番さん、いずれにせよ、釣るっていうもう形だったんですよ。何言ってんのかわからんくって、多分。1番、2番がさ、何言ってんのかわかんねえよ、9番はって言うじゃん。てか、それに乗っかっちゃってさ、全然噛み砕こうとしてくれなかったわけよ。だったら、グッジョブ起きてるから、私を蹴落として、まず、何、釣ってから、それから3、7の精査でよかったんだよ。7番さんが白いからね。白いけど、7番さんには申し訳なかったよ。6番さんが言った通り、私が1、7なんじゃないかなって言ったとこが、申し訳なかった。結果論は3番さんが、ローだったからね。1、3、ロー、2、強だと。私は思ってる。6シーンだと思う。2は全然1番さんに寄り添ってたからね。だけど、それの間違いもあったけど、言い間違いはあったけど、それ人間誰しもじゃんっていう形で、7番さんをちょっと、もう7番さん白だと思って、やる気はなかったですね。はい。私が残ろうと思わなかったですね。はい。7番さんは3番さんに行ってくださいって4番さん言ってました。それだけちょっと7番さんの白が言ってたんで、それだけ守ってくだされば勝てるんですが、ダメでしょうか。1、3、ロー、ロー、2強陣、6進だと思ってます。はい。5番さんも申し訳なかったですね。ちょっと何言ってるのか分からなかったっていう。5番さんに視点を向けなかった。視点を向けた私も悪かったです。そういう投票を始めてください。長えよ、これ何時間かかってんの？ 2 試合分ぐらいかかってる。まあ、でも、まあ、
どっちにしろ困ったら柱をしたらダメだってこと793ともに。まあいいんじゃない、次のゲーム。9番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。